皆さん、こんばんは。断食3日目の夜を、迎えました。でね、断食初日は 130.9 キロから、スタートしたんですけど、そこからね、まあ、5キロ痩せることを目標として、断食をスタートさせました。なんとね、昨日、2日目に4キロも痩せまして、126.9 になったんですね。確かね、そうだったと思います。もうね、固形物一切食べてません。でね、まあだからとかね、まあ、水分、主にね、水なんですけど、まあ、酵素系のね、ものも通るんですけど、本当にね、固形物一切食べてません。でね、もうね、外に出たらもうケンタッキー食べたい、ラーメン食べたい、ケンタッキー食べたい、ラーメン食べたい、コンビニ見るとファミチキ食べたいとか、もうね、炭酸ジュース飲みたいとか、ね、そういうね、食欲に襲われるんですけど、頑張りました。このね、頑張った結果をこう皆様に、見ていただこうと思います。じゃあ行きますよ。3日目の夜です。じゃかじゃかじゃかじゃんと。おお、これはもう目標達成ですね。125キロです。130.9 キロからスタートして、これね、もうマイナス 5.9 ですよね。いやー。断食した甲斐がありましたね。もう内臓を休ませて美味しいものを食べようと思います。もうね、お肉が好きなので、もう一回ちょっと測りましょう。でもね、ちょっともう一回測って、せっかくね、内臓も休めてるので、あ、同じですね。同じですよ。これもうね、頑張った甲斐があります。ぜひね、私が痩せたことがね、いいねと思う方は、チャンネル登録とね、いいねをよろしくお願いします。でね、ちょっと明日の自分と相談なんですけど、せっかくね、内臓が休めているので、もう一日ね、断食をしようかなと思ってます。そしてね、125を切ろうかなと思っているんですけど、ぜひね、ちょっと明日の自分と相談してみようと思います。でね、まあ、断食をしてね、ちょっと私がお伝えできることは、決してね、断食で無理しないことです。結構ね、もう3日目になると辛いですね。辛いですけど、まあ頑張ろうと思います。まあ頑張った結果が出たんですけど、ちょっとね明日の自分と相談して頑張ろうと思いますので、ぜひね私が痩せたことがいいねと思う方はいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。